ここですね、先ほどこの巻物ミニステージで素晴らしいねパフォーマンスを見せてくださった JPR の皆さんにねちょっとねお話とかを聞いていこうかなと思います。ちょっと JPR の皆さんもステージお願いします。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 さあ皆さんも先ほどね、はい、すごい30分間ステージ踊ったので、はい、汗大丈夫ですか？大丈夫です。はい、満足できました。やっぱちょっと紐をしていってね、だいぶこう風が強くなってきて ね、 ね、寒くなってはいっているんですけども、はい、皆さんもあと10分切ってます。もうすごい、はい、あと8分です。JPR の皆さん、マザー牧場で花火を見たことはないです。ないということで、はい、ちなみにお客様の中で今日ファームツアー、はい、ファームですね、このですね、はい、花火、打ち上げ花火初めてマザー牧場の見るよっていう方はいますか？はい、あ、ありがとうございます。結構手上がりますね。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。かなり上がってます。ありがとうございます。後ろの方もありがとうございます。ありがとうございます。これですね、私が言うのもあれなんですけども、かなり綺麗です。なんと500発、約15分間ね、あの花火が打ち上がる予定なので、本当ですね、皆さんおそらく上空に花火が打ち上がるような形になると思いますので、ちょうどいいかな、こちらです。皆さん、はい、楽しみにねお待ちください、はい、でこの打ち上げ花火に当たりまして、あと2分ぐらいですね、45分になりましたら、この一帯全てのほとんどの照明がですね消えます。お、はい、消えます。ここはまだ電気がついてるんですかね。あ、ここはまだ明るいということで、ありがとうございます。皆さんのね、あの、ま、気をつけてください。これ牧場は何もありません、本当に照明消えてしまうと真っ暗になってしまいますので、まあ、今ね歩いてるお客様、45分になりましたらこの辺り、はい、照明が全部消えてしまいますの で、はい、で皆さん気をつけておいてください、はい、もう間もなくね消えてしまいますけども、はい、あともう7分6分ぐらいですか。お、短いましたけども、どうでしょう皆さん、マザー牧場も今日は今回2回目ということなんですけども、はい、ソフトクリームとかは食べました。ありがとうございます。もうね、マザー牧場ソフトクリーム売りに売っておりますが、売りに売って、そう、とっても美味しかったです。美味しかった。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、あのソフトクリーム持った時にすぐ溶けたなっていう印象、溶けました。キャラメルと一緒に溶けていきました。早かったですよね、溶けるのね。早かったです。よくね、あのお客さんから、ちょっとお姉さん、これ買ったばっかりのソフトクリームで、ね、すぐ溶けちゃったよなんてねお話があるんですけども、実はマザー牧場のあのソフトクリーム、水を一切使っていないんです。だから濃厚だったんですか。味は濃厚、もちろん、まあ、鮮度もね、まあ、高いということで、まあ、溶けやすいね、なってもありますけども、まあ、皆さんね、あ、すぐ溶けてよと思わずにね、あのすごいね新鮮ということで、まあ、ぜひ、ね、覚えてていただければなと思います。まあ、マザー牧場ソフトクリームの他にもね、まあ、いろいろ動物のイベントなんかもやってるわけなんですけども、はい、皆さん動物とかは何か好きな動物とかいますか。好きな動物ですか。そうですね、先ほどあちらの方で子豚のパレード、あら、子豚のレースですね。パレードじゃないよ、レースだよ。子豚のパレード、ごめんなさい、レースね。あれがちょっと気になってまして、ね、子豚っていうのは全然子豚感がないんですよね。あ、本当ですか。そうなんですか。あれミニベタっていう種類ね、重さが100キロ近くなったりして、大きい。これからもう大変、もう3ヶ月ぐらいでかなり大きいサイズになってるんですけども、今日あ見えないですね、今日子豚のレース参加した方って聞こうと思ったんですけど、頑張って伸ばしていただけると見えるかもしれない。見えるかも。私今一生懸命心の目で見てるんですよ、すいません。あ、います、ね、全然見えないです。見えました。あ、いらっしゃいました。あ、いらっしゃいました。結構ね、まあ、あ、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。すいません、こうだらだら喋ってる間にもう45分ね、あ、もう周りが、ね、もう気づいたら暗くなってしまったわけなんですけども、じゃあちょっとここでですね、改めて打ち上げ花火がどこから上がるのかっていうのをぜひ皆さんにちょっとねご案内していきたいなと思います、はい、打ち上げ花火がですね、私たちの真後ろ、はい、ちょうど今照明さんが、はい、照らしてくれてます。あの大きなね2本の木の後ろに実は、ね、谷があるんです。その谷底から勢いよくバババーンとね500発ですよ。500発です。すごい、はい、打ち上がっていきます、はい、かなりの大迫力でございますので、迫力楽しみですね、はい、すごいですね、うん、でこの打ち上げ花火がですね、本日場内アナウンスのカウントダウンと同時に実はですね点火が行われるということで、はい、この場内アナウンスが5秒前から5秒カウントが入ります、はい、ここでですよ皆さん、もうひと夏の思い出です、はい、もう今日ねここにいる皆さん、もう一期一会です、はい、一期一会ですよ、もう一期一会ですよ、はい、もう明日にはこのメンツは揃いません。そうですね、ぜひ皆さんこの5秒前のカウントを私たちと一緒にですね行ってもらいたいななんて思ってるんですけども、はいはい、もう皆さんこれは
やってくれますかね。やってくれます、きっと。一応ですね、5秒前からカウントは5、4、3、2、もう1ね、ここね、もう言わなくてね10カウント合図ね、はい、上がっていきますので、はい、この後おそらく場内アナウンスが間もなく入ると思いますので、まあ、皆さんその掛け声と一緒にですね、カウントダウン行っていただければなと思います。はい、楽しみですね。楽しみです。皆さん一体になる感じがとても楽しみ、皆さん一体感を持って、そうですね、はい、皆さんの掛け声とともにね、500発の打ち上げ花火ね、上げていきたいと思いますので、はい、ぜひ皆さん、カウントダウンご一緒にね、はい、お願いいたしたと思います。お願いします。このままだからそのアナウンスが入ると思うんですが、アナウンス入ったらすいません、ちょっと私たちのマイクもね、切らせていただきますので、はい、大丈夫です。自声ですね。自声になってきますので、はい、皆さんお願いいたします。はい、お願いします、はい、もうすぐですか、もう後ろ、もうすぐですね。観覧車は綺麗、星がまた綺麗に見えてます ね、 そうですね、これね、三日月がとっても綺麗です、ね、そう、観覧車の左側かしらね、あちらから皆さん上がりますので、すごいですね、はい、打ち上げ花火、もうあと残り2分ですって、もう皆さんカップラーメン待ってる間もないですよ。そうですね、本当ですよ。初めての時は8分だったので、そうですね、はい、2分ということで、あ、打ち上げ花火来ました、アナウンスが皆さん始まりました。ちょっとここで、ね、私たちのマイクは、ね、切らせていただきます。ぜひ皆さんこのアナウンスの、ね、声に耳を澄ませてください。カウントダウンは5秒前から始まりました。皆さんではよろしくお願いします。ワンちゃんが逃げ出してしまうケースが数件発生しております。花火開始の際はワンちゃんの人形をしっかりとお持ちいただくか抱きかかえてご覧いただきますようお願いいたします。それでは皆様、あと大変お待たせいたしました。よいと打ち上げ花火の点火ですが、花火打ち上げのカウントダウンです。皆さん、モーグルの耳みたいな感じのカウントダウンが始まりますよ。すごい。お客
Thank you.
高いぞこれは。
大輪の花、スターマインをお楽しみください。おお。皆様、お楽しみいただけましたでしょうか。